皆さんこんにちは、りんたろーです。今日はですね、流属性チャージアックスの装備紹介をさせていただきたいと思います。では早速装備を見ていきましょう。まず使用する武器がドラクイラ海ということで、こちらドラグルヒールの派生先の武器となっております。でこちらの百竜スロットには属通竜獣を入れておりまして、弱点特攻属性が発動するようになっております。続きまして防具が頭からカイザークラウン、カイザーメイル、メルゼアーム、バゼルコイル、メルゼグリーブとなっておりまして、使用している碁石が高速変形222スロットが1つ、1スロットが2つついているものを使用しています。ただですね、こちらの装備スロットに多少余裕がありますので、高速変形レベル2積んである碁石があれば、十分な装備が作れるかなというふうに思います。続きまして使用している装飾品なんですが、通撃樹が2つ、攻撃樹が2つ、鉄壁樹の2が1つ、破竜樹が5つ、耐絶樹が3つ、対象樹が1つとなっておりまして、で余ったスロットに防御樹の5を1つと防御樹の1を2つ入れております。続きましてスキルの一覧がこのようになっております。入れたいスキルといたしましては、攻撃のレベル4以上、見切りレベル5、流属性評価レベル5、弱点特攻3、ガード性能3、属性やられ耐性3、気絶耐性3、砲弾装填レベル2、高速変形レベル2ですね。で他のスキルに関しては、超過信とか使えるんですけど、基本的にはおまけのスキルだというふうに考えていただければなと思います。でこの中でも特に重要だと思っているスキルがこの属性やられ耐性レベル3で、っていうのも強属性チャージアックスの天敵って流属性やられ状態なんですよ。流属性やられ状態になっちゃうとこちらの瓶ダメージが全く通らなくなってしまうので、これを予防するためにこれを必ずレベル3積むようにしています。であとはですね、スロットが余っているのでレベル7ですね、防御レベル7積んでいます。でこれはこれでね、カチカチになってめちゃくちゃ有用なんですけど、もしもね、僕は私は防御なんていらないよっていう方がいらっしゃいましたら、この防御の部分を攻撃レベル6にするなり、もしくはね、超会心とかをねレベル2にしても火力が伸びると思いますので、そこら辺はねうまく調整していっていただければというふうに思います。以上、流属性チャージアックスの装備紹介でした。今後もですね、各属性の装備紹介等を上げていきたいと思いますので、参考になった頑張れという方がいましたら、チャンネル登録高評価していただけるととても嬉しいです。またね、ショートではね、瓶ダメージどこまで出せるかみたいなチャレンジもねやっておりますので、そちらの方も見ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。